あとはですね、リーフのいいところ。あとはってすいません、途中でしたね。あ、途中じゃなかったですね。浜松市から、こんばんは。今、リーフのいいところシリーズで話してるんですけど、人が近くに寄ってきたりとか、建物にあんまり近寄りすぎちゃったりとか、あと車が近くなった時に、アラーム鳴るんですよ。近接アラームってやつですね。で、それもすごい出来が良くて、安全性能に一役買ってると思います。特になんか人が自転車で前を通る、後ろを通るとか、近くを通るっていう時に、すごいいいですよ。あ、気をつけなきゃなって思います。思いのほか近くに寄っちゃってることってありますからね。で、あとはですね、シートヒーターだったりハンドルヒーターだったり、これもすごい出来がいいんですよ。これは別立てにしようかな。あ、でもな、アラームだけで30秒ぐらいしか喋ることがないですから。で、シートヒーターとハンドルヒーターは何がいいかっていうとですね、寒い時に直接体を熱源で温めることができるんですよ。普通のヒーターだと空気を返していくんで、車内が温まるまでちょっと時間かかるんですよね。ただリーフの場合って、これもリモコンでエアコンが起動できますから、まあまあいいんですけど、でもやっぱシートヒーターいいっすよ。というわけで、これ浜松入ります。インター、さらば浜松。2時間ぐらいしかいなかったけど、ほら、浜松インターからおはようございます。おはよう、夜ですよ。うるさいなあ、おじいはん。この時間におはようございますってのは風俗店では言うけど、ね、行きたいんすか行きたいんすか、連れてってくれるんですか。いやいや、結構でございますよ。しょうがないな。卒業しました。卒業、うん、まあいいや。でですね、今回はナビですよ。リーフのいいところ、24キロワットから62キロワットになって良くなったっていうところを話をしております。24キロワット時代のリーフのナビって、充電スポットを手動で更新していかなきゃいけなかったんですよ。ナビに充電スポットが出てくるんですけど、でこれが62キロワット、まあ40キロワットもそうなんですけど、新型って言われるリーフになって、自動的に周囲半径20キロの急速充電スポットっていうのを自動更新してくれるようになったんですよね。でこれが割とマジでいい、エンジニアさんいいですね。ユーザーの声うまく拾い上げていると思います。でこれ手動更新でいいじゃんって思うかもしれないって思う方いるかもしれないですけど、こう走ってれば自動的に最新の充電スポット検索してくれると行動の幅が広がるんですよね。例えばこっから20キロ以上、今から30キロ走れるよっていう時に、先にどれぐらい急速充電スポットがあるかないかで行動行こうか戻ろうかっていうのを判断が一瞬でつくんです。まあただリーフのナビを使わなくても、今アプリで、携帯のアプリで EV スマートっていうかなり出来のいいアプリがありますから、そっちの方を使う人の方が多いかもしれないですけどね。まあ、ただリーフ地味に徐々に進化していって素晴らしいものになってるっていう褒めたたえる動画でございました。というわけで以上です。